こんばんは。お、よう。よう、よう。こんばんな。こんばんな。こんばんは。お、続々と。おー、すごっ。一気に280人の方が見てくださっていて、皆さん、日曜日の夜にお集まりくださりありがとうございます。どうぞ、ようこそいらっしゃいませ。堀内まりなのインスタライブへようこそ。こんばんは。集まってきましたね、皆さん。楽しみにしてました。ありがとう。私もめちゃくちゃ楽しみにしてきましたよ。こんばんは。今日も髪型が可愛いな。ありがとうございます。今日はね、ちょっとこの横で結んでみました。あ、花ちゃんとのチャイム良かったよ。お、見てくださってありがとうございます。そう、卒業生のタグピと田口花ちゃんとね、 YouTube でコラボしてみました。菜の花トークでね、マリナと花の菜の花トークでお届けしました。うん、洋服に合ってますね。ありがとうございます。今日はちょっとね、こういう感じでちょっと大人マリナで着てみました。初めて見ます。あ、はじめまして、ありがとうございます。楽しんでてください。楽しみング、イエイエイ。すごい、もう417人の方が、はあ、嬉しいな、ありがたいな。見てないや、見ないと、ぜひ見てください。チャイムを一緒に2人で踊ったんですよ。公開収録帰りの電車の中より、お、そっか、今日もね、泉ちゃんがね、頑張ってますもんね。皆さん今日盛りだくさんですが、インスタライブも来てくれてありがとうございます。とっても嬉しいです。電車で見てます。お、ガタンゴトン。嬉しいな。ミレマリナと聞きました。そうなんです、今日はね、もうね、大好きな後輩の黒沢ミレナちゃんがゲストに来てくれます。あ、タグピは中央線の車内で視聴してます。なるほど、いいですね。じゃ、そろそろ集まってきたから、ミレナちゃん、カモン。カモン。プロ対プロ。もう黒沢プロですからね。私は全然そんな、もう下っ端なんで。じゃ、承認できたかな、できたかな。お、来た来た、お、来た来た。マリナちゃん。いやー、音大きくなる、聞こえてる音。あ、私はちょっと音大きくしようかな。ブブブ。あ、できた、できた、できた、よかった、音が大きくなりました。やった。はい、皆さん、じゃあ、もしかしたらね、初めて見てくれる方もいるかもしれないので、ちょっと軽くご挨拶をお願いいたします。はい、黒沢ミレナです。2016年度桜学院卒業生の、マリナちゃんの後輩でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、すごい、すごいね、みんな楽しみに。もう500人の方が、ほんとだ、ありがとうございます。いやー、ありがとう、嬉しいね。あ、変わらなくて。もう全然、ね、お美しいマリナさんと一緒に、綺麗だったっていうか、あ、そうです、成人いたしました、この前、この前っていうか成人式でした、この前ねえ。皆さん、皆さん、本当にすみません。ただ今、ミレナちゃんが頑張ってつないで、ミレナちゃんがインスタライブをしてくれてたと思うんですが、あ、本当にすいません、皆さん。突然、タブレットがちょっと切れてしまいまして、急遽やり直しさせてもらいます。ミレナちゃん、ありがとう。はい、そっちだ。ごめん、おかえりなさい。ただいま、本
よかったよかった。いえいえいえ、皆さんすいませんでした。いやあ、ドキリした。ドキリした。びっくりした。いえいえ、よかったよかった。ごめんね。いえいえ、おかえり。ありがとう。ただいま。あ、皆さんすいませんでした。あ、もうびっくりしちゃって、急に切れちゃって、本当にそう、ずっとぐるぐるぐるってなってるから。そう。いやー、失礼しました。おいで、タブレットは充電をしながら、うん。やりましょう。そう。気づいたら 1% だった。ごめんね。ありがとう。どうしましょうか。そうね。あれだよね。さっきそのミラちゃん自己紹介してくれて、あ、黒沢です。あ、どうもありがとうございます。こんばんは、黒沢です。お願いします。あ、成人したところからお願いしますってコメントがありがとうございます。あ、どこから？成人したところからお願いします。成人しました。そうだよね。そうです、成人式でした、ね。はい。ね、そう、お酒は飲みましたか？飲みました。もう、お酒は飲むようになりましたね。そう。結構でも今だと結構家で飲むのが多いんですけど、お父さんと一緒に、お父さんはビール、私はほろ酔いって感じで、ミリナちゃんお酒でも強ね、いっぱい飲めそうな感じするから、行こうね、マリナちゃんも、そう、本当にもうずっと言ってるんだよね、ずっと言ってる、落ち着いたら本当に本当に本当に行きたい、行きたい、そう言ってね、そうで、まあ一応ね、なんかみんなにも話聞いてきたんだけどさ、うんうん、お互いにこう初めて会った日のこととかをみんなにいろいろ話聞いてて、うんうんうん、そう、そう、一番最初って多分私のチャオガールオーディションの時に、うん、マリナちゃんがミニパンティだった、うん、あ、そう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 だよね、そうなのよ。東サマーフェスティバル、私2009年チャオガールオーディションからこの、うん、入ったんですけど、その時に、うん、そう、マリナちゃんがまだ桜がなかったんだよね。そう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 。そう、2009年ギリギリまでなかったんだよね。なくて、で、そこでマリナちゃんがミニパティの3人で出てきた、うんうん。そう。そうだよね。そこだ。そう。そう、ミリナちゃんが、こう、チャオガールとしてさ、入ってきた瞬間を見てたから、そうだ、入ってきた頃を見て、すごいなんか印象的だったのがやっぱり楽屋っていうか控え室でも、うんうんうん、すごいやっぱ元気な子いるなって思ってたの。多分一番うるさかった自信ある、うん、の中で、あの2009年のオーディションの中で、私があの時小学2年生で一番年下だった。そうだ、そう、オーディションの最年少だった。そう、ゆのちゃんとかゆなのちゃんとかはなさんとかが、うんうんうん、うん、そう言ってなくて、よくゆなのちゃんとはなちゃんと一緒にオーディションの時とか楽屋で大騒ぎしてた。うん、ただそこで、あの、うん、なんか楽屋がそのオーディションの人たちで、その奥にその多分、うん、あのその事務所にいる子たち、それマリナちゃんとか、うん、それこそいろんな人たちがその私たちの楽屋を通って奥の楽屋に入ってくる。そう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 。そう。でその時に、うん、もうそれこそもちろんマリナちゃんとかもう先輩たちが、うん、おはようございますってめっちゃキラキラしたオーラを放ちながらそこを通って。あったらこうなれるのかってすごい印象が残ってますね、あの頃は。あったね。私たちも逆もしっかりでさ、すごいもう、あ、もう、ね、扉の向こうにはみんなもうフレッシュな女の子たちがいっぱいいるんだみたいな気持ちになってて。みんな目がキラキラしてるのよ、通るたびに。ああ。なんかまあ、忘れちゃいけないなと思って、いつまでもこの姿勢をね、忘れちゃいけないとか思いながら通ってた控え室。あそこはなんか、だから私も入ってから、その、タオガールオーディションに、その出演者側として出るようになったときに、うん、その楽屋の構造が一緒だから、うん、あの先輩たちのようにと思って、こう、ありがとうございますってめっちゃ笑顔で。そういうように先輩たちの真似をして通ってた。私もこっちが来れたみたいなのあるよね、なんかあの あったこちらの部屋に入れた、なんかね、そうそうそう。でも私はなんか あれマリナちゃんでスマイルショー、私スマイルショーだった。そうだ、一緒なんだよね、スマイルショー。あ、そうか、入ってこれたから、そうそうそう。あ、よかったね。いやー、なんそこからか、そこからだよ、だからそこからか、
そこから、まあ、事務所のレッスンとか、まあ、いろいろ、同じキッズとして多分やってきて、そうだね。で、桜学院は、同じ、かぶってはないんだよね、年度的に。かぶってはないしけど、私は結構よく小学校の頃とかはまりなちゃんとか出てるライブを見に行ったりとかしてました。よくよく。そう。そっか、見にそっか。行ったな、そう。ね、でもだから、一緒にがっつりこうやったのは、あれだよね。中央学園合中央、唱。そう。一緒にね、こう、がっつりやったのは中央学園が初めてで思い出そう。が、ごそごそ。あ、ごそごそ、あ、そうで、なんです。てて ああ、ー。はい。懐かあ、リングがしい。映る。パンフレッ中央ト。の、ちょっと反転しちゃってるかもしれないですけど。ね。そう、この時はですね、2016年の、うん。あ、そう、DVD のこ桜れ。学院で、ライブじゃなくて、お芝居、舞台の公演をやりまして、その時に、まりなちゃんが卒業生で来てくれて、一緒にお芝居しましたね、桜井先輩。いや、ななみちゃん。ゆりさななみさん。これはね、ゆりなちゃんがね、持ってきてくれたんですよ、皆さん。そうです。これを掘り出してきました。私が昨日、ちょっとなんか持っ中て学き園合唱部。たら、探し出し、持ってきてくれたんです。そうなんです。いや、ねちらちらっと中を見て。うわ、え。この時、ひなとちゃんとダブルキャストで、あ、まりなちそうそう。ゃんは出演そう。されて、皆さいんや。見に来てくださいましたか？で、来てくださったかな、皆さん。あ、でも、赤坂レッドシアター通ったなーって。そう。あいや、今見たら、ー。結構な公演数。あ、そう。そう、こん2016な。年8月24から9月の4日までやってて、10日間。構、そう、まりなちゃんもその半分だったとはいえ、あ、そうだね、私は結半分。構な、そあ、結う、本構だ数ね。やってて、そう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 。ゆなちゃんも、だって、ゆりさななみちゃんはさ、もう主役というかね、ヒロインというか、だったそうから、ですね。大変だったね。いやー、まあ、途中どうなねることやらと思ったけど、まあえ。みんなが、先輩も温かい目で見守っやた。なんとかね、やりました。あ、5分で泣きましたって、なんか。見に行きそうましそうそう。あ、ありがとうございます。た。あ、嬉しいね。そう、なんか私そも、ドキュメンタリーを見ててさ、動画う。の。で、結構やっぱさ、合唱部っていうだけあって、みんなさ、合唱ちゃんとしっかり練習してたじゃん。してたしてた、いや、もちろんね、してで、た。ペナちゃん、こう、楽屋でさ、指揮を取って練習してる映像もあってさ。で、なんか、やっぱ、その、何、中3でも私さ、ミルナちゃんも。その役としてもみんな引っ張ってたし、そうやって、いいやったりとかね、みんなの気持ちも引っ張っててたし、いやそういー、う成長もしてたし、本当時、当に。私、みんなを見守ってる時もさ、なんかやっぱり、ミルナちゃんとサラちゃんの関係性がどんどん変わっていくのをすごい感じて、本当？そう、なんか、変わってました？やっぱりこうみんなそれぞれのさことに今精一杯当たり前だけど。でもなんか、だんだんこうなんていうの、ミラちゃんもさ結構自分でこう頑張ってさ発信していくタイプじゃん、こう。ちゃんと自分でいろいろ頑張ってやろうってやれる責任感がすごい強いタイプだと思うけど、でもそんなミラちゃんが、サラちゃんをめっちゃ頼ったりとか、なんか、ってる感じがすごいして、そう、それがすごいね。あ、いいなって思ってたんだよね、実は。結構夏あたりは、なんか、その週王の間に、桜のイベントで出させてもらうっていう、なんか、結構なハードスケジュールだったあ、から、そっか。これは、一人じゃ無理だなってやっぱり思って、やっぱ結構、さらとかね、それこそ他の子たちに結構頼ったりしてたなっていう印象は、確かにそこからかもしれない、いろいろ。一人じゃないなって思うようになったのは。いや、先輩見てらっしゃるな。あ、見てらっしゃるな。たんだよ。いや、これ思ったんだけど、この時のまりなちゃんの洗剤、髪短いね。あ、そう、そうそだね。確かに、その時短かったかもな。うそう。そう、短くて、あ、これ短かったなと思って、かわいい、オブなまりなちゃん。
なんかでも、ボブでさ、髪質もさ、すごいなんか、テンパだったからさ、なんか、めっちゃ覚えてるのが、なんかちゃんとメイクしてもらうのがさ、多分本番だったから、稽古中もだし、そうそうね。そう、だからちゃんと綺麗になった状態で、頭部、当時の小頭部の、つぐみちゃんとかたちが、なんか、かわいいって言ってくれたの。したらそうだよねと思って確かに、そう、今じゃあもうメイクするのがもうみんな当たり前だけど、この当時ね、稽古場とか見るともうみんな、いい意味ですっぴんだから。そう、いや、そうそう、こんな時代もあったなってしみじみしちゃった部分はありますいや本当ね。そう、 みんなすぐとか、でもそうアでイすスよ。食べ稽古中にさ、あったあった。あっ ね、たな。でもさ、そう。的にさ、こうなんか、その時のお芝居の感覚と、あとまあ最近、お芝居してる時と、なんかやっぱ変わった部分とかあんの？なんか、ちょっとさ、芝居、芝居。なんかもう本当、正直、中央学園は、私の初舞台、音楽的の初舞台だったから、本当正直何も分かんない状態で、に、ぶ、もう挑んで、もうそれこそ、亀田さん、演出の亀田さんからなんか空調より大きい声を出すとか、普通に本当に当たり前のこともゼロから全部教えてもらったから、やっぱりそこはもうやっぱり忘れないで、そこからやっぱりいろんなね、それこそ卒業してからいろんな舞台出させてもらって、そこから学んできたものをこうどんどん積み重ねて、やっぱ根底がやっぱ中央にあるなとは思っそうて、なんでもそれこそその空調より大きい声を出すは、もうどこの現場やってもやっぱ思い出すし、それだこけは、は、ね、なん重要か、だったかしね。そう、やっぱ、お、そこはやっぱ腫瘍は大事だったなって思って、ただ腫瘍の時ちょっと一つ許せない自分がいて、なになに？ドキュメンタリーって私、あ、稽古場が楽しい、稽古場から離れたくないみたいなことをずっと多分言ってたんですけど、今もうね、こういう状況になって、稽古場だけじゃなくてやっぱりお客さんの前に出すっていうことがどれほど重要かっていうのが思って、あの頃の自分をちょっとデコピンしたいなっていう感じが ね、稽古してるだけじゃ意味なくて、本当に稽古してお客様の前に出すっていう、あれの本当、そこが大事なんだよっていうのをちゃんと言いたいですね。まあ今になってね、感じるんやな。今になって感じることは、子供だったなって感じることは。そうですね。みんなデコピンっていう。デコピン、ピンピンピン。偉いって。でもね、レッドシアターは結構今、その共演した人たちがよく舞台をやって、で、見に行ったりとかもああ、そっかそっすかるそっから、か。懐かしいなって思いながら。ええー、わかる。私も通るたびだなっていつも思う。ね、そう。で、だから、集合で一緒にやって。やって、で、まあ、その後は、そうね、そうだ高校ね。に入ってからもよくまりなちゃんと一緒ね、に。一緒になって。で、がっつりまた一緒になったのは、あれ、夏にあった。2021年の夏にやった98ですね。そうです。突撃第98独立普通カレン隊というね。ドーン。これ台これ本。も、チラシをみなさんに買いました。いや、持ってきました、私が。やったそう、ね。これね。いや、これも、私、びっくりして、なんか同じ、この TW、パフォーマンスユニット TWT っていうのは、私がその前にやった舞台で演出されてた方のユニットで、そう、それで声をかけて、大学に入ったからって言って、そのまま一緒に舞台やろうって言って声かけてくださって、で、その時に、なんだっけ、先輩、堀内まりな、もう出るよって言われて、え、まりなちゃんってあのまりなちゃんですかって言われたから、そう、そこから、まりなちゃんがいるって言われて、始まりだったんだ。そう、そこからで、ええーと思って、そう、全然知らなくて。いそう、ただやー、桜のつね。ながりがあってっていうわけじゃなくて、
わかる。そうだったもん、なんか。てか、もうあれを見、なんか、ひょ、なんかさ、稽古場のさ、こうあ、スケ後ジ輩よみたいな。ュール、それぞれやっぱ名前があるじゃん。何々役。そこで初めて見たの、私も。あ、そうそう、春役、黒沢見れない。なの？ そう、うん。どうできる？これも千葉玲奈さんって、同姓同名じゃないですよね？とか、先輩なんでしょ？とかって言われて、はい。そうっすね。一応先輩やらせてもらってますけど。いや、本当ね。に。まりでなも、ちゃんは中でもやっぱり卒業生でも結構一緒に絡んでる多いと思うから、すごい嬉しかった。やっ安ぱ、心した。私も、ねえ、でも今回結構、お互い初挑戦楽だったよね、98の時はね。そうだった。まりなちゃんとはお互いがダブルキャストだったんで、同じ回に出ることはなかったんですけね。ど、でも逆にその稽古場でお互いの演技を見れるっていうので。そう、あ、ちゃんと稽古場、ちゃんと水色着てるなって思ってたよ。で、ね、今日も。そう、今日も青でちょっと似てるの。そう、似てるの。薄くて。そう。色してるよね、黒い。そう、ベルトもしてるから。色ベルトもしてるから、ちょっと。先輩分かってらっしゃると思って。さすが、青着てきた。あ、でもみんな見に来てくれてますね。タイもタラも見たって。わあ、ありがとうございおお、ありがとうございます。見ててどうでした？いや、どうででもした？ね、ミレナちゃんのハルちゃん役は、だから、なんて言うんだろう。今までにない、まあちょっとこう好きな人がいて、小悪魔で、みたいなさ。でもね、なんかその稽古のさ、序盤はさ、初めての役だし、それぞれやっぱ結構苦戦してたじゃん。いや、本当に苦戦しましたね。ね。なんか自分では全然、なんか気持ちの整理がなんかついてなくて、全然。そういうのが初めてで、やる、通すたびに不安になっていくっていう、今までない経験をして、わーと思ったけど、ね、だからなんか声がどんどん小さくなって、それこそ空調より声が小さく なってきてしまって、やばいと思って、それでマリナちゃんとかも結構見てもらったとか。ね、なんか、LINE お互いしたりしてね。で、私、一個ミラちゃんがさすがだなって思ったのはね、台本のページに、はるちゃんの似顔絵描いてたよね。書いてる。そう。だから、ちらっと見えて、別にそのミラちゃんが見せてきたとかじゃなくて、見ちゃったんだけど。あ、そう、もう私はもう、もう、学、もう、に、落書きをしてしまうのがもう良くないんですか？ちょっと、そう。汚え、いいる？けど。あ、そう、かわいい。めっちゃちげえ、テンポっていうぐらい書いてあるけど。はるちゃん。そうなんかそう。さ、そいれや、見もうて、そんなに、もうガババババババって書いて、イメージで、本め当っちに。ゃいいね、かわいい。そうなんです。ね、なんかこそ、の、初演が、TWT の前に、スワットさんっていう劇団の今回、曲だったので、それの映像を見させてもらって、で、この前、ナイスバディっていう舞台で一緒だった滝さんの演技を見てて、ああ、かわいいと思って、そのまま書いちゃいました。ああ、そうだった。そうです、もう。ね、落書だから、きすなって思うんですけど、しちゃいうんでや、すよね、私。ちゃんとだからその役をこう、やっぱイメージして、先にこう役を考えてさ、いや、イメーもうそう。ジっでていうも、のは、まりなちゃんも、なんか、役に対して、なんかノートで書いてるって、書いてたね。言ってて、わ、それもすごいなと思って。そう、なんか、書くよね、書く。やっぱノート、なんか、桜学院やってたからかわからないけど、やっぱノートに取りたいっていう、なんか、発作が起こる。こう、涙が出される ノートって思って。ノート発作起こるよね。ノート発作が起こるから、そう、そこは、なんか抜けないなと思って。マリナちゃんもやっぱ書いてるんだなと思って。で、なんか、こうさ、本番、千秋楽かなの時に、多分、千秋楽の回は、ミラちゃんは一個、その、待ちね？だって、そう、待ちに出てた。でもさ、最後の千秋楽のソバレもさ、見てくれてたんだよね、あ、多一番奥で見てました。分。そう。で、あ、こう、裏に来てくれてさ、こう、
一番最初から分かんないけど、なんかもう、わーって私のところに来てくれて、すごい、めっちゃハグしてくれたんですよ。うん、それ、すごい、めっちゃ嬉しくて、なんか、本番終わった後とか、それこそ桜の卒業式以来、あんまり泣いたりとかしないんだけど、うんうん、でも、ミラちゃんが来てくれた時だけはもうこらえきれなくて。泣いてたかもしれない。そう。もうそうだった。いや、タラバさんが良かったんですよね、ほんとに。いや楽しかった。結構途中でその、ダーってこう、怒鳴るっていうか、その、一人ずつ誘していく、あそこが、なんか、言われてるようで。なんか、プール来ちゃって。いやそんなに。そうなんですよ、もう。あれは。18はすごい台本を最初読んでてさ、うん、なんかやっぱり桜をやってたからこそ、うん、共感できる部分っていうのがすごいあって、なんか演じてね、うん、それはそうかもしれない、やってて、ね、そのなんか団体に属してたっていう分では結構、そうそうそう、厳しいところがあったなって思いましたね。あ、でもみんなやっぱ良かったって、いいエピソード。いやー、アラサーバツイチ役の堀内まりなさんって。あ、そうそう、あ、そうなんよ、そうなんですよ。はるちゃんも私は今までやってきた役の中で、うん、あの結婚とかそういう単語が出てくる役だから、うん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 、結構、うん、年上の役でした。そうだよね、そう、お互い年上の役だったかもしれない。ねえ、そうそうそう、いやー、あった。でも稽古場で一緒に桜の服踊ったりしたよね。したした、踊った踊った、踊りたくてすごい。踊って何踊ったっけ、なんだっけ、虹、あ、虹、虹だっけ、なんか踊ってた、やった気がする。そうそうそう、ね、あ、でもみんな98好きなんだな。ね、ありがとうございます。え、虹かな、そう、踊ってましたね。踊ったね、踊れましたね。そうよ、ちょうどね、そう、イジーは、うん、あれは2013年の曲、あれはね、そう、2013年のアルバムの曲だった。そうだそうだ、うん、そう、好きなんで踊ってましたね。へえ、うん、イジーいいよね、いいですよね、いいですよね。あ、そう、イエーイ、ここにね、桜のフラッグも。こちらもまた黒沢プロさんが持ってきてくれたんですけど。もう私持ってきましたね。そうですね。いや、びっくりした。なんか、その、うん、まあ、私2010年から桜学院は、まあ、外から見てて、うんうん、たまにライブでこう自分でフラッグを買ってて。あ、え、自分で買ってたの？自分で買ってて、フラッグを。そうなんだ。一本あると思ってて。うんうんうん。そう、卒業してから押し入れ探ってたらそのもう一本出てきて、うん、あ、そうだったの。なんかなぜか家にフラッグが2本あるっていう、不思議ななんか分裂を起こしてて、なんで今日は持ってきました。ありがとう。おととい発売の桜の最後のブレイ見ましたかって、 BD 見たって来てます。お、何かがよぎりましたね。おおおお、ブルーレイ。こちら、私は送っていただいてみましたね、職員室の先生からいただきました。そうなんです、そうなんです。いやー、よかった、あ、よかったよ。まだマリナちゃんは見てないかな。そう、私まだ見れてないんですよ。ただあれだよね、あのスタンディング、あ、そう、あ、そうだよね、一緒だよね。そう、サマーライブのあの夏色オーカーは一緒に見に行ったよね、うんうんうん、そう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 、見に行きましたね、マリナちゃんと一緒に行ったね、行きました、行きました。どうぞ、こちらどうでした、久しぶりにあの生で後輩たちを見て。いやー、なんかね、やっぱあ、もう本当に涙なしで見れないね。なんか、いや、ほんと私もずっと泣いてた。うん、なんかやっぱりさなちゃんとここなちゃんがもうさ、うん、最後の桜学院卒業生になるってすごいプレッシャー多分半端ない、うん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 、けど、でもちゃんとそれを跳ね返すっていうか、
ちゃんと桜学院を生きてる感じがして泣いちゃったし、なんかたびたびにその卒業生の思いを背負ってとか、なんかそう言っていいよ、もうそんなもう自分たちの思いだけ持ってってって思いながら、わかるわかる、たびたびところどころでその卒業生が卒業生がって言ってくれて、つないでくれてるなっていうのをすごく感じました、ね、いや本当ね、絆を感じる、うん、で私あのアイデンティティをその夏教科の時に歌ってくれたのがすごい嬉しくて、ちょっとここでリナちゃんの代の2016年度のそのアイデンティティ曲で、この前なんか花ちゃんも自分のライブで歌ってたって言っててすごい嬉しくて、あったの、あらあらら、でなんか、なんかアイデンティティの歌詞ってすごいその桜学院のその今そのと当時の桜学院の状況にすごい合ってたなっていうのが思って、でもうカメラワークがすごくて、そのブルーレイのブルーレイとか DVD の話になると、なんかその私がそのいた頃のカメラワークにそっくりな部分があって、そうなんだ、そう、ラスサビの前の、背中を押されるっていう、あの振りがあるんですよ。はい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 。そこで、ココナがこうガンってるところがあるんですけど、そこがその私が映ってたそのカメラのワークとすごい似てて、ここでうわーってなって思い出しちゃった。フラッシュバックしてうわーって思って。いやもうちょっとしんどかったですね。ちょっと皆さんぜひそこを見ていただきたいですね。いやさすがですね。もう着眼点が興味深すぎるって感じ。そう、なんかそれこそなんかやっぱ桜学院受け継がれてるから、なんかそのどこの歌パートをどこで歌うのかっていうのも結構卒業生も気になる。いやそうだね。そう。やっぱ大事にしてる。誰か。大事にそう。そこではそうだったな。あと、ユッの未完成シルエットの、あ、未完成バイバイ、バイバイ、出ました、バイバイ、バイバイ、はい、バイバイガールを見事に貫き通してやってくれてすごい嬉しかったですね。あのほら未完成のあのバイバイって、あの卒業式でバイバイっていうのって、2013年だとあの、ねねちゃんがやってて、その後何人かがこうやっていくっていうのがあって、ちょっと嬉しかったなっていうのが、そうだよね、あそこは一番こう来るし、うちのパフォーマンスしててさ、なんか、ま、あの2013年度の時は、言うっていうのはあんまりねねは多分言ってなかったんだけど、みんなに、やっぱ あの本番中にやっぱ府警の皆さんと桜学院の空間でやっぱ直接ああやって言われるとうちらの心にもすごい響くしね、なんか本当に一瞬しかないんだなっていうのを感じて、本当にバイバイは泣ける、バイバイ委員長、私もバイバイはさらにも言ってなかったかな。あ、そうなんだ。そう、あんま言わずに、そのバイバイの、もうその卒業式だけじゃないんで、その前にもロード2で何回か歌ってて、でバイバイがその歌割りで歌わせてもらえるって決まった時に、俺はバイバイチャンス来たーと思ってすごい嬉しくて、そう、やっぱ未完成とかあのやっぱ2013年度の色がすごい濃くて、やっぱ映像で思い返される。嬉しい。始まりのアーカーシニーのところとかの、あの中3の、2013年の中3の、あの卒業式の映像がやっぱりマジか思い出されるのよ。嬉しい。その時のバイバイとそのソロのところとかがやっぱり、みんな誰もがやりたいって多分思うところだから、そうだよね、ここはやれてすごい嬉しかったなっていうのは。いや、そんな風に受け継いでいってもらえてるなんて今初めて聞いたしさ、すごい。なんか意地も卒業式、その前のやつでもやったんですけど、その2016年度、全然動画がなくて、あの資料映像的なものが、
石って確かに映像もないかも。そう。で、なんか、最後のライブも残ってたんだけど、ライブだとこうカメラマークがこう定点じゃないから、こう動いちゃったりとかしてて、全然わかんなくて、それでもなんか、その当時、誰だったのかな？誰かにその当時の送ってもらって、まりなちゃんたちの踊ってるのを、すっごいみんなで、先生中心にこう輪になりながら、こうやって動画を みんなで見て、これはどうなってるんだとかって言いながら、すごい見てたんで、そうだったんだ。当時の映像をめちゃくちゃ見てましたね。そうだよね。なんかところどころやっぱ振りとかもさ、なんかまんま全部一緒じゃないなってやっぱ思うのよ。だいぶ見に。ちょっと変わってるなとかやっぱ思うけど。でもね、まあ、それはさ、全部が全部わからないしね、映像だけじゃさ。そうなの。だから、もう、こう、歌ってたなっていうのをこう、思い出して やってましたね。もうみんなバイバイチャンスハマっちゃってるからね、今。だいぶハマっちゃって。あれもあとそう、一個。回ってくるのもね、そう、だから回ってくる人じゃなきゃできないところも、こともあそるうから。ね。そう。白崎のインスタライブの時にさ、発覚したんだけど。発覚っていう。頑張れでさ、振り付けのリズムをわかりやすくするために、インスナンバーワンのさ、そう言ってた。知らなかった？知らなかった。けじゃあ、ど、彼途切れたんだな。けど、どこだ？物件数ナンバーワン。そう、なんかね、キックして、物件数ナンバーワンみたいな。そうだね、多分ね、だんだん、てて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 て
って思って、そう、あでも分かっ伝わったあそうよかった、物件数ナンバーワンなかったけど、あ悔しいなどっかで、ナンバーワンなかったけど、でもね、だからそういう話とか聞けて、あなるほど、なんかそう教えればよかったなってすごく、やっぱね、こうみんなにさダンスをさ求める側になるとさ、うん、揃えたいしね、だそうなるとなんか、そうだ、私の1年目2015年度は頑張れやってなくて、あそっか、13の時のその2016年の時に頑張れを披露して、あそうだ、それこそ本当にもう動画だより、もうほとんどやってる人が、まあそれこそサラとかはまあ14年度にやってたから、そう、うん、覚えてるけど、その中3のパートがちょっと覚えてないみたいな感じで、なるほどね、そこは座ってるのか、はい、どっちを向いてるのかみたいなところが、あそう分かんなくて、そう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 、受け付けられなかった、受け付けられないありますよね、あ悔しい、そっか、ダンスは私も必死だったから、もうほとんど記憶が、うん、そう記憶が、ね、だってそうだよね、相当な曲数をさ一気に覚えなきゃいけないわけじゃん、そうそう、なんかだよね、そう、それこそ私も2年間だけだったから、ねね、曲数は本当に、まあ、それこそできなかった曲もあって悔しい部分はあるんですけど、その中でも結構やらせてもらって、それにしかもあの、うん、部活動も私は帰宅部、帰宅部来たんです、そうだよ、そうだよね、あれ誰だったっけ、ゆうなちゃん、私は緑色だったんで、ねねちゃんだったんだけど、その服は、うん、あ、ねねちゃん、緑ってねねちゃん、緑は確かねねだった気がするな、そうですね、黄色になっちゃん、あ、じゃあ、まあ、ピンクで、ピンクがラウだった気がする、あ、そうだそうだ、で、そうなんだけど、そのねねちゃんの、その、あの、くしゃみするのとかは結構マーヤが担当で、あ、なるほどね、で、そう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 、そっかそっかそっか、私はどちらかというと、買い出し行かせる側の、あそうそうだったかな、で、あの、それでいいのさ、あの、マリアさんが歌ったところを、そう、歌わせてもらって、ああ、走れ正直者ね、そう、それでいいのさ、のところ、そう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 、あそこやりましたね、そうそうそう、懐かしい、いろいろやりましたね、確かに、ミレナちゃん2年だけどいろいろ濃いすぎって、確かにね、濃かった、なんなら制服も2枚着れて、私、あ、そっか、そう、茶色と、マリナちゃんの頃に茶色になったんだよね、そうそう、2013年度に茶色になった、そう、茶色になって、で、その後灰色になるタイミングで、あの、うん、あ、そうそう、だから制服も2枚着れるっていう、
いいね。制服ちゃんとってるね。ちゃんと。でね、その後コーンになってね。そうだね。古代に戻った感があって、私もすごい、あの流れがすごい好き。うん。初代コーン。そう。ねえ。本当にあっという間なんですけれども。え、そう。告知の方とさせていただいて。そうですね。はい。何からしますか？じゃあ、先に、じゃあ私からちょっと一言。はい。はい。2月20日日曜日にですね、渋谷プレジャープレジャーというところで、私のファーストライブが行います。ウィーうわーあうわーどん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 。昼夜2回公演ありましてですね。はい。私のソロの曲ももちろん、桜学院の曲も歌っちゃうかもということなんで、そう今絶賛リハなので、あーまりなちゃんからいただいた、そう、サインもついてる。あー、そうなの。嬉しい。ナノストーリーの。いや、聞いてますよ、これ。本当に。私、すごい好きな曲があって、いや、プレジャーの時に歌ってはあるか分かんないんですけど、うん、ねえ、星よがすごい好き。本当？本当にすごい好きで、夜寝ながらもうイヤホンですごい聞いてて、うん、そう、そのあの好きって思い込めながらのところあるじゃないですか。もうあそこが好きって寝ながらこうやって好きってなって、本当になんかいや結んだはずなのにいつの間にかきつくなってたとか、なんかこうなんかまりなちゃん作詞作曲だよね。あ、そう。でも歌詞がバシバシ響いちゃって、いや泣いてましたね、ずっと。嬉しい。こんなにちゃんと聴いてくれてる人いないっすよ。いやいやいや、もう本当にめちゃくちゃいい曲なんで、皆さん寝るときにイヤホンしながらね、星を聴いてみてください。めちゃくちゃ癒されるし、もうじんとしますので、ぜひぜひ。本当、聴いてください、本当にぜひぜひ。その他も結構、まりなちゃんらしい。うん。そう、お世話になりましたとかっていうのもすごい好きで、かわいい、すごい好きだから、ぜひぜひ皆様、ね、あのオンラインライブをね、あの見てくれたりもしてて、実は、そうなんです、そう、実は参戦してたりとかして、すごい好きでて、私もね、本番頑張って、ぜひ頑張ってください。全力で応援しております。あ、皆さん行きましょうね。本当に染みてる。好き。はい、ですかね、私からですかね。はい、もう私からっていうか、私個人的にはないんですけど、うんうん、それこそね、今桜役にこれ売っておりますので、タワレコードさんで今まだ買えるのか、ね、買うと特典がいろいろついてきたりとか、ね、なんか今パネル展とかもタワレコードの限定の店舗とかでやってたりとか、うん、すごい店舗でココナのカード、うん、書いてるカードが全店舗で飾られてたりとか、あとレシートもなんか特別な仕様になってたりとかするらしく、なんだ、そうそうそう、なんかすごい豪華な感じで、あとなんかポスターももらえるとかって言ってました。すごい。で、私、うん、先ほど新宿店さんにさらっと出してきたんですけど、すごい、あの桜学院の不景感を出して行ってきて、そう、新宿店だとなんか買うとなんか可愛い黄色のこういう缶バッジとかロゴがついてる缶バッジとかがついてたりとかするんで、うんうんうん、皆さんぜひぜひ、もうみんな完璧って、いや、コンバージョン、新宿店はすごいんですよ。それこそマリナちゃんの代のノーミュージックノーアイドルのポスターがブワーって、うん、あー、初代の CD がかけられてたりとか、いや、すごいね、すごいんで、もう本当に今日新宿行きましたって人いる。あ、本当ですか。そう、あのぜひぜひ、あのもうゲットしたよって方はぜひ皆さん、いろんなタワーレコード、近くのタワーレコードぜひぜひ行ってみてください。すごい、すごい楽しいですよ。楽しかったです、すごい。そうで、なんか桜学院でなんか苗木、桜の苗木もなんか、うん、売り始めたりとかして、うん、まだまだ、まあ、まあね、一回節目を迎えましたけど、まだまだ盛り上がれるね、うん、イベントもたくさんありまして、ね、
なんか苗木が欲しいなって思ったけど、どこに植えようって。あれ、どこに植えたらいいんだろうどこね。に植えたらいいんだろうって、なんかどっか。たらいいのかな、なんかプランターみたいな。ね、なんかね、そうそう、あるから、どうなんだろうと思って、ちょっとね悩んでるんですけど。あと、そう、私に関する、その、桜学院に関してなんですけど、私が2015、6でやってた、ロガールっていう番組がございまして、それが、その、発売の記念して、今、配信がされております、ダイジェストの。それが、この前、第1回目が1月26日に配信になったんですけど、ちょっとアーカイブが無、あの有料になっちゃうんですけど、そこがお金を払えば1ヶ月間、丸々見れるっていう感じになってまして、あと、2月2日、2月9日で、あと2回、放送がありますので、なんか、さかなクンの方が学んでマンデーじゃないか、学んでウェンズデーみたいな感じになっちゃうんですけど、ただ、その、学んでウェンズデー、学んでウェンズデーで、でも、19時でね、ちゃんとみんなそのスマホとか、ね、パソコンの前に来て、生を見るっていう、あの状況が、本当に2016年度以降なかったから、すごく、皆さんと一緒にこう見れるいいタイミングだなと思いますので、見えない方は、その、まあ、アーカイブなどもありますので、ぜひぜひ皆様見ていただけると嬉しいでございます。本当に完璧。もうプロフェッショナルすぎる。マジで完璧でいきてやる。いやいや、もうぜひ見ていただきたいので、素晴らしいです一回ね。ロガール、マリナちゃん、ハロウィンかなんかで来てくれたよね。そうそうそう。ねえ、森先生、平田が森先生の仮装して、私が平田まで。そうだそうだ。で、そう、私は家から見てて、そう、一緒には出れなかったけど、あ、そうだよね。そうそう、でも、あ、だどうから。でしょうね。そこのあるかどうかも、結あれ、構、ね、なんか、どういう状況かわからないんで、私もまだ、見るタイミングで皆さんと同じ初見なので、そっか。そうなんです。どの場面が来るか、ダイジェストなんで、皆様、ぜひぜひ、楽しみにしていてください。ね、この機会にね、みんなでまた盛り上がれたら。盛り上がりましょう。っていう感じですね。はい。はい、完璧ぜひすぎぜひ。る口をありがとうございます。いやいや、もうこちらこそ、ぜひぜひ皆様楽しんでください。もうみんな MC 委員長さすがって来てる。いやいやいや。ねえ。そう。楽しみ。ああ、楽わ、しすみ。ごい。あ、もう500、わ、90。うわ、すまだごい。600人くらい。うおお、来た。わ、600人。ありがとうございます。いやー。はい。じゃあ、なんかさ、せっかくだからさ、スクショタイムしよう。あ、スクショタイムしたい。ね、なんかいろいろ持ってきてくれたからさ、こうなんか、いろいろ持ちたいね。なんか、旗で。あった。これ反転になっちゃうのか。これ反転すれば反転になる。あ、ほんとだ。あ、そう、あ、これだ。お、すごい、さすがです。イエーイ。じゃあ、旗でいくか。あとだ。いきま皆さん、す。スクショタイムです。3、2、1。終了。おれですよ、実は今、そう、まりなちゃんと部屋は別なんですけど、同じ建物内にいるっていう。そう、先にそう言う。だから今そう日はそうそう。一緒にね、話した、さっきまでね、一緒に話したのでそうね。さっきまで話して、そうなんです、そうなんです。だもから受け渡しもね、グッズの。う、あ、そう。できたりとかして。そう。そう。すごいや。い、いいところでやらせてもらって、家がちょっと Wi-Fi が皆無なので、ちょっと。本当にね、みんなも言ってますけど、気づきと気遣いがすごいで、ちゃんと本当、いみや、んなちゃ本ん当に。で、いつまでたっても本当にもうこのままでいてほしいなって思うし、やっぱりいろいろ舞台とか見に行って、もう動画見たりとかしても、やっぱみずなちゃん見てるとね、すごいなんかワクワクがこう湧いてくるっあ、ていう、本当、私も頑張ろうって思えるから、これからもお互いね、頑張っていこうね。末永くよろしくお願いします。いや、こちらこそです。よろしくお願いし YouTube ます。コラボ期待しちゃってきてる。いや、そうですね、今ね、すごいいろんな卒業生がお互いにコラボとかしてるから、そうそう、見てて楽しくて。で、またね。そう、いぜや、ひぜひ呼んでぜくひだぜひ。さい。ね。じゃあ、名残惜しいんですけれども、バイバイしますか。バイバイ。バイバイ。
とうございました。またね、それぞれ主役を見守っててください。見守っててください。いやー、バイバイ、バイバイ、またまた一緒にやろうね。バイバイ。